ああ、いい命です。隅々まであなたはとろけるように甘い。遅いお月ですね、伯爵。タランテラが振り返る。ホテルのスイートの中央で、奴はコンチェッタを背後から抱きしめていた。全身がそうけ立つ。奴は何をした？なぜ奴の長い剣士は真紅に染まっている？なぜコンチェッタは動かない？なぜコンチェッタの肌は青ざめている？何をしている？貴様！俺の目の前で奴はコンチェッタの喉元に剣士を突き立てる。溢れる血をごくりと煙化する。おう、ポリドリの小説などを読まれるのですか？コンチェッタ。ロード・スルビンでしたか。あれはなかなかにいい描写ではありました。ですが、いいえ、違います。私はそれとは違う。不屈の復讐者、モンテクリスト伯爵。血を喰らう私の姿を見てさえ、こうもまっすぐに私を見据えるあなたには特別に教えてあげましょう。我が真の名はミハイル・ロア・バルダムヨンという。ミハイル・ロア。お前たちを喰らうものだ、人間。世界の裏側、現実を時に彫刻せしめる神秘、ありえざる魔術の領域、そのさらなる奥底に闇がある。死である者、吸血者、何時らの名は死と。タランテラの背後に潜む者の正体を、いや、タランテラという代行者の顔をかぶった闇の正体を、私はお前に告げられなかったのだ、エドモン。最後の瞬間まで私は口を閉ざした。奴に仕掛けられた呪いによって、仮にも神の名のもとに活動する聖道教会の中にあって、善を標榜する組織の中にあって、しかし奴こそは悪の行衆、ミハイル・ロア・バルダムヨン。それは恐るべき超自然の存在、魂の転写を証明したあまりにも早すぎた天才。数世紀にわたって肉体を乗り換えてきた転生者であり、そして世界の全てを知り尽くすべく活動する探求者である。神ならざる身でありながら、人をはるかに超越し万象を欲する男、教会をも自らの道具の一つとして操り、使い捨てんとする不尊の者。人類の英知、それはただの一言に集約されるであろうに、あれはさらなるものを求めている。そう、第八筆跡会が入手した数々の神秘さえも、奴は知識の糧としか考えてはいまい。人を救わず、世界を救わず、彼は己が知識欲のもとで肥大化し続ける
悪しき現象のようでさえある。おそらく多くの天賦を与えられながら、ただ一つ出会いという奇跡を与えられなかったのだ。自らの道を変える運命に出会えなかったエゴの怪物ならばこそ、私はこれを託す。エドモ、暗黒の秘宝聖堂教会に隠されてしまった神秘の奥義の数々、いつか人の明日を開くであろう輝き、そのかけらを私は奪い、教会に逆らい隠してきた。それをお前に託そう、我が息子エドモン・ダンテス。お前がいつの日か人間ならざる魔性に出会い破れ去ろうとした時、きっとお前の役に立つだろう。これこそがモンテクリスト救世主の山の秘宝、岩窟の奥底に隠されし神秘、陰秘の究極にして死の王として人を作り変える14の石、人が有するはずのない幻想の内臓。第一に知識、第二に財宝、そしてこれが第三の、私がお前に託す最後のものだ、息子よ。殺人鬼代行者吸血鬼知ったことか、お前が正真正銘の吸血鬼であろうと、俺にとっては大差なきことであろうよ。代わりと言ったな、お前は神の、いな、いな、違う、それは俺にこそふさわしい名だぞ、ミハイル・ロワン・バルダムヨン。黒い炎俺の体を突如黒い炎が覆う。熱は感じない。だがこの時この瞬間、俺にはわかる。これは俺の力だ、武器だ。俺の敵を焼き尽くすものだ。この魔力、なぜならば俺は恩衆の化身。ああ、そうだ、そうだとも。お前たちの聖典に曰く、復讐するは我にあり。あ、それは神の言葉。人に許されたものではないぞ。地上にあって怒りを具現するのは、この俺以外にありえない。おお、よもやその黒き炎を、モンテクリストミトロジー、救世主の山に隠されし伝説、神なき人々が見る絶望、地獄、虚無の火炎。なるほど、神話の域にも等しき力、魔術回路と魔術刻印を強制的に植え付けるものか。黙れ、すえ、ホテルの壁がたやすく砕け散る。俺の手から放たれる黒い炎は、そうだ、何もかもを砕くのだろう。怪物の肉体であろうとも、どう？ここでは手狭だな。逃がすか！ヘス！ローマの夜を跳躍する敵、ロアを追う。深く傷ついたはずなのに、俺の肉体は凄まじい性能を発揮していた。夜の空を飛翔するようにして。空中戦か。よかろう。超高速の鋭い連続攻撃。蹴り、拳、蹴り、首都、
三度目の蹴りからの、せい雷撃。ポポロ広場か。悪くない。そうだな。無人の広場であれば、貴様を焼き尽くすのに遠慮はいらぬ。やつの向こうを張っての超高速攻撃。炎をまとった我が身がロアの肉体をえぐる。一度では済まさん。二度、三度、四度、再生などさせぬ。調子に乗るな。四つの福音を持って汝を性別する。異様な光が俺の体を縛る。高速動作が強制停止させられる。これは怒号を持って真意を示せ。巨大な十字の雷撃が俺の全身を貫く。耐えろ耐えろ耐えろ。ここで死ぬわけにはいかぬ。つかまれた。石畳に叩きつけられる。衝撃で全身がしびれる。七代目の技を使う羽目になるとは。七代目の私が習得した技は呪詛の奥義。さらに四代目の私が習得した多重結界。無形の牢獄の中で呪われ腐れ落ちるがいい。モンテクリスト伯爵。終わるものか、終わるものか。俺もまたお前と同じく人間ではない。我が身はすでに復讐期。未だ真の復讐を成し遂げられぬまま吸えることなどありはしない。温州の炎よ、我が魂を喰らいて燃え盛れ。我が身すべて黒き炎へと変えよ。結界の内側で炎を、結界を破るか。我が怒り怨念時と味わえ。おおお、我が肉体をも焼き尽くす炎などお前か俺か、どちらの魂が燃え尽きるのが先か。この手は絶対に離さんぞ。ミハイル・ロア・バルダムヨン。死をも焼く炎だと。そんなものがあるとも。ここに焼ける、焼けるというのか、この私の。どうしたどうした。再生しろ。神の名のもとにメシアを真似てみせるがいい。貴様バカな、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 バカな。私は転生者。たとえ肉体が朽ちようとも無限の。絶望せよ。それが地獄だ。存分に朽ち果てよ。